2020年2月、僕たち夫婦は新婚旅行でカーボベルデのサル痘にやってきた。その後、コロナウイルスが世界を襲い、カーボベルデの国境も閉鎖。現在、足止めを食らい1年が経つ。僕たちは運が良かった。年中温暖な気候、フレンドリーな人々、治安は日本と変わらないほどよく寿司屋が多い。そして何といってもこの海だ。正直このコロナの閉鎖的な環境を考えると母国日本よりもベターな生活環境であった。次第にこの国への愛着が深まり、移住まで考えるようになった僕たちは、もっとカーボベルデについて知ろうと地元の人に文化や歴史について尋ねるようになる。そこであるカーボベルデ人は僕にこう言った。リキア、いくら勉強してもずっとこの島にいてはカーボベルデを理解することはできない。本当のカーボベルデを知りたいのならサンタンタオ島に行きなさい。